こんにちは、かほです。はい、今私は富山県の黒部峡谷の馬場谷温泉というところにいます。で、今日はですね、これから下の廊下を目指して歩いていくんですけど、今日は阿蘇原という、宿まで歩きます。で、はい、下の廊下はね、1年のうちでも本当に通れる期間がすごく短くて、今回はね、まあその時期なんですけど、本当にね、すごく楽しみな場所です。で、今回はね、私一人じゃないんです。じゃーん、はい、はい、近藤健二さんも一緒です。はい、はい、ということで今回は近藤さんのガイドで下の廊下歩きたいと思います。それではまずは欅平まで戻ります。ということで、馬場谷温泉小屋から欅平まで1時間かけて歩きます。はい、ということで昨日トロッコ電車に乗って到着した欅平まで戻ってきました。で、こっからですね、ちょっとの上り、だいたい1時間弱くらいですね、ここ階段があるんですけど、ここ登っていって、その後道が水平になるといった感じですね。はい、ということで最初はこう上りです。さて、欅平から阿蘇原温泉小屋を目指します。欅平から小屋までは約6時間の道のりです。下の廊下は欅平から黒部ダムまでの V 字の谷のことを言うので、ここから下の廊下がスタートです。40分間結構急な登りをずっと登ってきて、展望台ですね、この辺りまでは観光客の方でもこう登ってこう来て景色を楽しめるように整備されたね、道ですね。はい、展望がねすごいいいです。ここからは上級者向けの道となります。 ありがとうございます。くぐらせてくれる。危険なだけ、はい、ありがとうございます。ふっと水平歩道なのにそんなに水平じゃなかった。よいしょ。展望台からちょっと歩いてきたんですけど、失礼しました。こっからが水平歩道の始まりでした。はあ、こっからはまっすぐな道だ。はい。はあ、おぉ。いやすごい。左側は谷だ。ところで、どうしてこんな道が作られたか気になりませんか？下の廊下はもともとはダムや発電所などの施設を作る調査をするために昭和初期に作られた道なんです。現在では関西電力が整備の費用を負担して登山者に開放されています。はい、水平歩道に入ってしばらく歩いてきました。で、なんていうんですか、左側が谷でも落ちちゃいそうなところとか、はしごというか木のはしごみたいなところが欠けてあったりとか、ちょっとね本当に注意しながら、歩いていかないとですね。はい、ちょっと慎重に歩きます。
しょ。はい、トンネル。すごい。岩のトンネル。うわー。よいしょ。よいしょ。ちなみに注意したいなと思う道はこんな風にワイヤーにカラビナをかけて歩いています。はい、あそこを歩いてきました。はい、結構前からすでにヘルメットをつけて歩いているんですけど、今すごいんですよ。この目の前にこれからちょっとね、見えないかな、これから歩く道がもうずーって、なんていうの、大きい岩の中になんか線が通ってるんですよ。すごい。岩から水が染み出てるのかな、下がねちょっとべちゃべちゃですね。で、岩が低くなってるところとかもあるのでヘルメット必須ですね。頭ぶつけちゃいます。あー、でも涼しくてひんやり。外です。これはすごい。これで頭ぶつけたり。遠くから見ていた滝の目の前まで歩いてきました。で、ここはね、滝のもう落ちてきたところを歩いていくっていう感じです。さあ、無事に沢を渡り終え、小山では危険箇所は特にありません。下の廊下ってもっと断崖絶壁じゃないの？と思った方、実は翌日の行程が下の廊下の核心部なので、それまでね、ちょっとお待ちください。はい、今近藤さんがこうステッキでね、トントントンって岩とかを叩いて音を出してね歩いていたんですけど、あ、今も
熊に以前こう出会い頭で会って、ちょっとあの怪我をされた、襲われたっていうことがあったみたいで、あの曲がり角とか奥が見えないところはこう音を出して人間がいるっていうのをね、知らせてるみたいです。葉っぱだ、葉っぱ。めっちゃ短足に見えんな。ということで、今日朝7時過ぎに出発して、今時刻が2時過ぎですね。7時間かけて、小屋に到着です。ということで、今回の動画はこれでおしまいです。次回は阿蘇原温泉小屋の様子をお届けします。温泉小屋というだけあって、小屋からね、少し歩いたところに絶景の露天があるんです。それではお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。